ビリー・グラハムスーパースターなわけ。月刊ゴング1974年2月号掲載のインタビューで、国際プロレス代表吉原功は次のように語っています。うちは今年中には未知の競合の最右翼と言われているスーパースタービリー・グラハムを呼ぶつもりです。別冊ゴング1979年1月号特別付録独占、これがプロレステーマのすべてだ、より一部抜粋してお伝えいたします。ジーザーズ・クライスト・スーパースター、プロレステーマの草分けと言うべきもの。49年9月15日東京12チャンネルが国際プロレスを放映し始めた記念すべきスーパーワイドシリーズ開幕戦の後楽園ホールで、待望の初来日を果たしたスーパースタービリー・グラハムのテーマとして流されたもの。しかし来日直前にビル・ロビンソンから奪取した国際プロレスの至宝とも言うべき IWA 選手権はマイティ井上に奪取されてしまいます。それ以後も何度か来日しますが、グラハムは日本ではアメリカほどの評価を得られませんでした。初来日直前の月刊ゴング1974年10月号ワイド特集スーパースタービリー・グラハムの中で、グラハムは次のように語っています。初の日本遠征が決まったようだが、日本のファンはあなたのことをもっと知りたがっている。日本のファンは熱心だな。正直言ってちょっとびっくりしたよ。俺は日本のことはよく知らない。それなのに日本のファンは俺を知っている。さすがはスーパースター。俺の名は世界に鳴り響いていると気持ちよかったね。そのスーパースターというリングネームの由来からお聞きしたい。スーパースターの名は俺が自分でつけた。なぜなら俺は誰よりも秀でた本当のスーパースターだと自分で信じているからだ。スーパーボディ、スーパーパワー、スーパーマインド、スーパークローゼズ、スーパーカー、何もかもスーパーだ。俺はスーパースターたるべく生まれ、そしてスーパースターとなった。真の意味のスーパースターなんだ。あなたの有名な腕回り22インチのビルドアップされた体についてお聞きしたい。世界中のレスラーの中で俺ほど見事な体の持ち主はいない。俺の体はまさにスーパーボディだ。俺は今でもミスターユニバースのコンテストに出場する連中と同じトレーニングをやっている。実際に俺は毎年ロンドンで行われるそのコンテストに何回も誘われていたんだ。出場していれば優勝していただろうな。ボディービルダーのポージングも俺は誰よりもうまい。俺の親友の一人にミスターユニバースになったことのあるアーノルド・シュワッツニガーがいる。俺のトレーニングパートナーだ。シュワッツニガーはあなたがミスターユニバースコンテストに出場すれば優勝間違いなしだと太鼓判を押しているよ。具体的にどんなトレーニングをやっているのですか？俺のトレーニングは俺の家の庭に建てた専用のジムで毎朝8時から3時間半やっている。8時からのトレーニングは絶対に休まない。それも毎日だ。日曜日も休まない。主としてボディービルのトレーニングですか？毎朝のトレーニングは健康と体づくりのためだからボディービルのトレーニングだ。俺のジムにはバーベルとダンベルだけでも何トンもある。その他に近代的なトレーニング器具は全て揃っている。町のボディービルジムよりはるかに完備したジムだ。そこで毎朝俺はシュワッツニガーと相談して作ったプログラム通りに3時間半たっぷりとトレーニングしているんだ。俺の強さの秘密、腕回り56センチの体を作った秘密は全てこの毎朝のトレーニングにあるのさ。あなたは世界マット界最高のシャレモノという定評だ。私もあなたが同じ衣装でリングに上がったのを見たことがない。一体リングコスチュームにどのくらいの金をかけているんですか？今持っているコスチュームだけでざっと3万ドルくらいかな。俺の一番大きい支出は税金と衣装代だよ。俺が衣装に凝るようになったのもゴージャスジョージの影響だ。俺は自分でデザインして自分で作ることもある。布
布地からオーダーするから1着何千ドルもかかるな。パリにオーダーして作らせたものもかなりある。いい色彩といい布地を求めてこれは世界中にオーダーしているよ。なんと言ったってこれはリング上の美の象徴だからな。あなたは自分のことをザ・トルースピリット・オブ・アメリカと称しているが、それについての説明を、その言葉は俺が作った、それが本当だからだ。アメリカ魂とは自分自身に忠実であり力強いことだ。つまり俺だよ。俺はアメリカ魂の権化だ。フォードに代わって俺が大統領になるべきだと思っている。そしたらアメリカは何のトラブルもない居心地のいい国になるだろうよ。あなたはかなり多彩な技を使うが、どれが最も得意な技ですか？得意技というのは持たないことにしている。相手次第だ。俺のパンチ一発でノックダウンするやつもいる。キックで失神するやつもいる。俺がその気になったらヘッドロックだけで誰でもギブアップさせてみせる。その時の相手とその時の気分次第で何でもやるのさ。初遠征する日本のファンに何か、これはアメリカのファンにいつも言っていることだが、今生きているファンは幸せだ。なぜならこの地球上に初めて現れた真のスーパースターを自分の目で見ることができるんだからな。月刊ゴング1977年7月号掲載のインタビューの中でグラハムは次のように語っています。まず初防衛おめでとう。やはりマディソンスクエアガーデンでタイトル戦をやるという感じは違うでしょう。ありがとう。ここでチャンピオンベルトを締めて戦うのが俺のプロレスラーになった頃からの夢だった。一昨年12月に初めてここへ来た時、ミスターウィザードと誓い合った。1年以内に必ず俺はここでチャンピオンになってみせるとね。今チャンピオンベルトは俺の腰にある。これはもう誰にも渡さないつもりだ。サンマルチノに勝った原因、つまり勝因は何だと思うか。力だ。パワーで私がサンマルチノに勝った。それ以外にない。ベアハックでもサンマルチノは力がなかった。今のサンマルチノは以前に私が戦った時よりも力が落ちているのではないか。とにかく粘りがないな。あなたの売り物は何と言ってもその筋肉の凄まじさとパワーだが、一体最高何キロまで持ち上げられるのか。瞬間的にだったら300キロは大丈夫だ。リフトアップしてみろと言われるんだったら、まあ200キロかな。改めて伺うが、出身はフェニックス、アリゾナだ。プロレスラーになる前の職業は、こうなったら本当のことを言ってしまおう。私はフェニックス高校の体育の教師だった。アリゾナ州立大学の教育学部を卒業して教師の資格を持っているのだ。体育の先生がなぜプロレスラーに？ボディービルをやっていた。ミスターアメリカコンテストに出て2位になった。その後はミスターユニバースを狙っていたのだが、ある日ドクタージェリー・グラハムというレスラーが訪ねてきた。そして彼の勧めでプロレスラーになった。なってみてこっちの方が転職だと分かった。プロレスラーほど私に向いている商売はない。なぜ？プロレスラーは自分をいかにファンにアピールさせるかという商売だ。あまりいい例えではないが、露出狂的自己顕示型の私のような男にはぴったり。つまり私には向いているし、私のような男でなければこの商売は成功しないよ。現役時代の後半はカンフースタイルにキャラクター変更しますが、スーパースターほどのブレイクはしませんでした。しかし薄くなっていた頭をスキンヘッドにするなど、これも武藤やストーンコールドなどの先駆けと言えるかもしれません。